ヤッホー、くにぽんです。ヤッホー、てつんです。秘密のお留守番アップデー後の都市伝説検証してみた。イエーイ。前回のねトイレアップデーが来てからちょこっとだけ時間が経ったんだけど、その間にねみんなからね500件近い小ネタのねコメントが来ていたので、その中からいくつか紹介していきたいと思います。みんないつもコメントありがとう。まだねコメントしたことない人もね、ぜひともねコメントしてってね。小ネタとか知らないよって人はね、秘密のお留守番大好きとかってコメントしておいて。よろしくお願いします。秘密のお留守番のアップデーめっちゃ良かったって人は高評価よろしくお願いします。今回神アップデーだったね、本当に神だったね。じゃあまず一つ目の小ネタ、小ネタです。ノリでトイレの後ろ行けます、その光景は…お楽しみって書いてある。何があるの？トイレの裏行けるらしいよ、やっぱり。なんか気になる書き方ですね、エンターテイナーだな。ねえ、うまいなこの書き方気になるからもう早速やってこうよ。これはやっていきましょう。ノリだって、ノリ。ノリね、オッケーオッケー。やっぱりもうアップデが来てもこのねノリの切れ端は最強なんだな。最強だね。これさ、エイプリルフールでさ、ちょっとの期間しか出てなかったからさ、私たちゲットしといてよかったね。そう、多分さ持ってない人も結構いるよね。うんうんうん、乗りくださいとかね言ってる人いるもんね。さあさあ、トイレの後ろ行くぞ。行くぞ。開いてるね、ここのドア。開いてるね。向こうの奥は何の部屋になるんだろうね、今後ね。あ、ここね。ここなんか間もなく登場になってる。あれ、本当だ。前なんか英語だったよね、カミングスーンだった気がする。うん、カミングスーンだった。間もなく登場らしいよ、ここ。間もなく登場なんだ。楽しみだな。楽しみ。トイレやってきました。やってきました。で、ここのね、後ろだよね、後ろここ。うん。ここでトイレの後ろに行ける。よいしょよいしょ。ノリで。ああ。あ、いけるいける。ノリ普通に行ける。それ、それ、入れてる？おお。入れてる入れてる。あれなんかノリ一匹増えてんな。あれ、おお、なんかトイレの中なんだけど空っぽ？ほんとだ。え、トイレの中なんもないじゃん。ほんとだ。すっからかんだ。空洞だね。これかな、じゃあ見せたかった光景って。なるほどね。すっからかんトイレ？トイレの中なんもないじゃん。おかしいな。水も溜まってないや。ね、水とかね流れてるはずなんだけどね。私たちのこの格好すごいね。なんか全員なんか逆さ向いてない、これブリッジしてる、ブリッジ。ってかこっから見るとさ、トイレね、上から見るとねちゃんとトイレなんだけど、後ろから見るともうスカスカのトイレだね。スカスカトイレだね。大丈夫、ここでトイレしたら全部流れてっちゃわない地面に垂れ流しになっちゃわない、大丈夫かな。この小ネタ教えてくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。さて、お次のコメント、アニパンさん、メロンでメロンパンを見るとメロンが震えます。え、なんかねメロンが震えるらしいよ。ええ、すごい。そうなの？メロン、あ、そっちが震えるんだ。ね、なんかねメロンパンの方かと思ってた。うん、メロンになりきれてないからね。ちょっとじゃあ僕メロンパンになろうかな。じゃあカリパンメロンになります。そう、このねメロンはねトイレで新しく追加されたものだね。そうだね、これね。震える？何震えるって、確かにどういうことだろう。ちょっと、はい、じゃあメロンこっち見てよ。はいはいはい、こっち見て。はい、キラ。え、震えてる？震えてないよ別にメロンパンの方が震えてない？キラキラギロ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 、ほら見てもうこれ。ちょっと怪しいところ見ないでもらっていいですか、すいません。目合ってないし、目合ってないメロンパンもうこれ下から見上げてるから、メロンのことあーって喧嘩売られてる。あー、なんだと。あれ、おかしい。うわー、切られた。飛んでった。すいません。あれ、震えるかな。震えないよ。ちょっとメロンパンくん、二人で見よう、二人で。あ、いいよ、いくらでも見なさい。ジロ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 リジロジロ、ほらほら。あれ、二人で見ても何もなんないな。恥ずかしいな、こんなに見られちゃう。これは今カニパンが動いてただけだからな。え、なんかこれちゃんと見ないといけないとかあるのかな。なんか高さ合わせるとか。なるほどね。じゃああそこで合わせる、こっちで。ここ誰、ここ、ここ。震えるかな。ジロ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 、あ、バイバーイ。ジロ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 、ね、そこに乗っちゃダメやめてそんな。はい、これ高さ合わせて、はい、はいはいはい。お、目合ってんじゃない。これはもう目合ってる。ジロ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 、震えないな。うわー、震えてんのかなこれ。でもなんかさ、これはなんか元から震えるんだと思うんだけどね。そう、元からね、これね、食べ物たちはこれちょこちょこ震えるんだよね。ほら、こうやって止まってるとみんな震える気がする。ほらほらほら、プル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 って。ちょっとパイナップル、いて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 暴れすぎ暴れすぎ。ちょっと食べ物はね、これね、ほらちょこっとね震えるんだよね。そう、止まるとね震えるんだよ。あ、あ、めっちゃ震えてるじゃん。ほら、メロンパンも震えてる。プル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 ってしてる。これと勘違いしたのかな。じゃあそうかもしれないね。可愛いな、これを検証したんだよね。なんかメロンパンとメロンね合わせるっていうことをやってたでしょ、この視聴者さんは。可愛い可愛いな。おおお、チラチラチラ、あー、チラチラ、あー、バイバイ、バイ。踏まないで、踏まないで、痛い、重い、絶対、まあ、怒っちゃったじゃん、ほら。ってこと
ことはじゃあこの小ネタは、まあ、多分勘違いだったのかな、視聴者さんの。多分そうだね。ね、まあ本当にね、なんかねめっちゃ震えるとかあったら皆さん教えてください。教えてください。コメントしてくれてありがとうございました。ありがとうございます。あ、でね、はいはい、メロンに返信したついでにね、メロンに関するコメントがねもう一個あったんだよね。メロンの模様じゃなくてかさぶたらしいですよ。え、メロンの模様？これさ、ほらメロンさ、これ網目っていうの、これ模様あるじゃん、うにゃうにゃうにゃって、うんうん、これなんかかさぶたらしいよ。どういうこと？何コメントとか、このなんか一言でかさぶたって言ってんの？よいしょ。あ、でも違うな、スイカと一緒にダイエット頑張ってるだけだ。そうだよね。何かさぶたって、どこにそんなこと書いたんだ？え、なんだろう、どういうこと？かさぶたってあれだよね、怪我した後に、そう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 、血がさ固まってその中で治すっていうのをかさぶたって言うんだけど、ちょっとあの痒くなるやつだよね。うん、そう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 、書いちゃうと痛いやつね。そうそうそう、かさぶたできたことある人高評価よろしくお願いします。お願いします。え、これ本当にかさぶたなんだって。え、どういうこと、どういうこと、どこでわかんのそれ。今ね、あのメロンのこの網目模様を検索してたら、うん、網目模様は傷を治すかさぶただったっていう記事が。あ、現実のメロンの話。あ、そう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 。あ、本当のメロンの話なんだこれ。うんうんうん。え、急に勉強。まあ、メロンを育てるのに水や肥料を与えることで外側の皮がこう伸びる、うんうん、だけど水や肥料を絞る、だからあんまり水や肥料を与えないようにすると今度は皮が引き締まり硬くなる。なるほど。でそれを続けることでメロンが育っていくんだけど、その中でできたかさぶたらしい。あ、この模様が。そう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 。おお、急にめっちゃ勉強じゃん。全然知らなかった。なんだ、僕なんか秘密のお留守番の中でさ、そういうこと言われてんのかと思った。あ、なるほどね、説明とかにあるってことね。そう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 、まさかそれ本当のメロンの説明だと思わなかった。え、カニパンこれ知ってた？知らなかった、今初めて、ちょっと調べてみたら初めて出てきた。え、すごい、なんでこの子知ってたんだ、すごいな、頭いいな。まさか都市伝説紹介しようとしたら普通に勉強することになっちゃった。え、すごいね。なんかまあそういう風に水を与えたり肥料を与えなかったりするとひびが入っちゃうんだって。でそこをかさぶたで守る。かさぶたで守るとこのメロンの中身、あの美味しいメロンの中身ができるんだって。だからかさぶた、かさぶためっちゃ大切。皆さん知ってました？じゃあみんなもなんかあの怪我してかさぶたできてる時美味しいらしいよ。確かにね、そうかもしれない。網目模様が均一になればなるほど美味しいメロンになるって言われてるらしい。だからお店屋さんでメロン買った時はこの模様が均一だと美味しいメロンかもしれない。本当に知らなかった。普通に今お勉強ですよ、みんなこれお勉強タイムだよ。え、ちょっと初めて知った。そうなんだ。このコメントで教えてくださった方ありがとうございました。ありがとうございます。まさかこの動画にお勉強の時間が来るとは。よっしゃ、次のコメント。はい。アヒルを外に出せるよっていうコメントが来てた。もしかしてあのお風呂のアヒルのことですか？なんかね、でもね、前回の動画にこのタイムスタンプ、この4分14秒のところアヒルを外に出せるよって感じで来てるから、トイレにアヒルっていなかったっけ？ちょっとトイレ行ってみよう。なるほど。なんかね、トイレにねアヒルいたと思う。カニパン、マンゴスチンで行きます。あ、ちょっとマンゴスチンで聞いてほしい。カニパンね、この前スーパー行ったらね、マンゴスチンが売ってたの。あ、そうなの？そう、売ってたのよ。あ、スーパーに売ってるんだ普通に。なんかね、うん、みんなのコメント見る感じ、なんかコストコには売ってるらしいんだよ、ちゃんと。あー、そうなんだ。そう、コストコに売ってるよってコメントがね 5,6 件来てた。なるほどね。そうだから意外にね、食べたことある人いるっぽいよ。カニパン買った？いや、ちょっとね、今度買いたいな。売ってる場所分かったから今度買いたい。でも他のスーパーにはなんか売ってない気がすんだよね。どうっていうくらいだからさ、さぞかし美味しいんやろな。なんかパネルっていうか、なんかそのマンゴスチンの紹介みたいなのも貼ってあって、ちゃんと女王って書いてあったの。みんなのね、近くのスーパーでも探してみて。探してみてください。ってなわけでトイレやってきたよ。あれ、カニパンの子だ。あ、いた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 。いるやん。アヒルいる。あ、いる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 。2段目のあのトイレットペーパーの段にいる。これがね、外に出せるらしい。動かせんのかな、だから。なるほど。マンゴスチンって飛べるかな、トイレから。あ、飛ばなくてもいいのか、こっちから行けばいいな。そうそう、飛ばなくていい、飛ばなくていい。このね、トイレットペーパー、これトイレットペーパーなのかな。うん、多分トイレットペーパー。紙強すぎない？そしたらこれ全然破けないよね。すごいよね。これは外に出せるらしい。押せるってこと？どうやって押すんだ？普通に押してみて。あー、自分が落ちちゃった。どうやってこれ外に出すんだろう。よいしょよいしょ。え、乗っちゃうけど。よいしょよいしょよいしょ。あ、ちょっと邪魔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 。卵探偵、卵探偵すごい邪魔。あー、押さないで、押さないでください。え、押せてるこれ。乗ってない？なんかね、乗っちゃうよね。あー、どいてすごいブロックされてる。え、乗っちゃうな。え、動かせなくない？動かない。動かない。ちょっと他のところのアヒルやってみる。あ、そうだね。他にはね、あれだ、これの洗面台の上にアヒルがいたはず。押せます？よいしょ。乗っちゃうな。乗っちゃう。これなんかもうちょっと大きい食べ物って感じ、もしかして。なるほど。なんか乗っちゃうぞこれだと。ちょっと大きい食べ物になってくる。メロン。よいしょよいしょよいしょ。尻押してあげるね。尻が重そうだから。あ、あー、押す前に落ちてった。なんだあの人、何しに来たんだ。
よし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 、登った登った。これを押してみる。うっ、なんか全然動いてなさそうなんだけどな。動いてる、これ動いてないか。押せないぞ。じゃあさ、こっちのさ、お風呂の方なんじゃない？え、お風呂に浮いてるやつ。え、そう、浮いてるのってどうやって押すの？確かに。お風呂行ってみるか、次は。おお、すごい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 。マンゴスチンって浮くんだ。どうだろう。あ、でも動ける感じするよ。こっちか。こっちじゃない？あれ動いてるよ、ほら、アヒル。でも外に出せれるかな、これ。うまく操作すればいけんのか、これ。出せるかな。ちょっとマンゴスチンじゃ難しいのかな。どうだろう。あ、待って、もち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 、ここの坂難しい。頑張れ。よしよしよし、これで。あ、待って、難しいな。惜しい惜しい惜しい。あ、やばいやばいやばい、沈む沈む。あれ、何これ、なんか中途半端に沈んでる。あれ、なんか沈んじゃった。あ、浮いてきた。頑張れ、いけるよ。ちっちゃい方がそれ出しやすいか、もしかしたら。うわー、あー、惜しい。二人がかりで押せばいけんじゃない、これ。なんか横にずれちゃうからさ待って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 。あ、なんか端に追いやられた。あ、間に挟まんないで。あ、なんだ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 、戻れ戻れ戻れ。あー、戻った戻った。よーし、あ、はいはい、いい子だいい子。はい、いい子。このまま押して押して、あー、あー、どこ行った。戻ってきちゃった。リスポーンしちゃった。マンゴスチン爆発したぞあれ実は爆弾だったんじゃないか。え、ちょっと頑張って出してみて。してみたいんだけどな、これ難しい。勢い、これはもう勢い勢い。あ、待って、足がツルツル滑って、ツルツル滑ってこっち戻ってきちゃった。戻ってきちゃった、アヒルちゃん。いや、アヒルは戻ってない。あ、水餃子。餃子ってか横に広いから、あ、やりやすいかも。いいんじゃない、天才かもしれない。あ、いいね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 。ここら辺。あ、いいね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 。じゃあ行きます、よろしく。あ、あ、あ、待って待って、じゃあ仮にここにストッパーになってくわ。はい、セッセッセッ。あれあれ、僕だけ上がっちゃった、僕だけ上がっちゃった。もう一回もう一回もう一回。いい感じなのに。あ、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 乗った。顔に乗ったんだけど。あー、ちょっと視界が黄色いな。そのまま運んでこれない。あ、あ、あ、怒っちゃった。おー、難しい、これ。なんかプルンって出ちゃうよね。そう、なんかね、思いのほかね、アヒルね、ぷよぷよしてんだよね。いやー、難しい。ちょっとやってみてください、皆さん。やってみてください。惜しい。でもなんか動かせるっぽいね。これはね、多分出せると思うんだ。ちょっとできる人やってみてください。できたらね、ぜひね、コメントで教えてください。さあ、お次のコメント。豆ボスを何回もやって、最大4回やったら、豆子と豆助と羊卵がゲットできます。おー、君さ、豆子欲しいって言ってたじゃん、前の動画で。豆子欲しい。そうでね、僕らがね、ゲットしたのは、よいしょ、豆をだけなんですよ。ほら、長男をね、誘拐してきたんだけど、うん、他の二人も誘拐ができちゃうらしい。あー、もう夫人また泣くんじゃないそれ。ね、夫人バカ泣きもこれでかわいそうに。ちょっと誘拐しに行きませんか。誘拐しに行きましょう。何がいいかな。でもね、ちゃんとジャンプ力あるやつがいいと思うんだ。そう、あのね、コメントでね、片栗粉と水混ぜたやつ強いですよってコメントあったんだよ。絶対嘘だよね。でも走れるから強いんじゃない。そういうこと。じゃあ僕、片栗粉と水混ぜたやつ行ってみようかな。なんかね、卵寿司も強い的なコメントがあった。あー、確かになんかジャンプ強い気がする。じゃあ卵寿司にしようかな。あー、卵寿司やっぱジャンプ力がすごいから。そう、機動力ある、動けるよね、卵寿司。じゃあ鉄一緒にね。一緒に飛び込まないと。これ片栗粉ちょっとジャンプ力低いから気をつけて。確かに。じゃあ僕から行った方がいいな、これ。で、あ、待ってよ。あ、いけるかもしれない。じゃあもう僕が入ったらすぐ入ってきてね。うん、分かった。じゃあ行くよ。いいよ、せーの、よいしょ、来た。はい、今だ。こいこいこい。なーにしてんだ。落ちちゃった。下手くそ。何も今邪魔がなかったのに普通に自分で失敗したよじゃあもう僕入れるの分かったから君から入るか。あ、いいよ。はい、じゃあカニパン先入ります。それ、はい、よし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 、はーい、よーし。あ、誰か入ってきた。豆も入ってきた。よし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 、じゃあこれ3人で頑張ろう。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。あれ、あ、あれ、4人目来た。今4人目来た。あ、でね、なんかね、うん、ここにもね、小ネタがあるらしいよ。あ、そうなの。ね、うん、カニパンさん、てっつんさん、枝豆屋敷の入り口あるじゃないですか、水が流れてたところ。はいはいはい。そこの上を見ると、水と片栗粉を混ぜたやつがくっついてます。本当だ。なんでなんでそんなとこくっついてるんだ。僕がいる僕がいるぞこれ。え、なんで、どうして。でもさ、水と片栗粉ってさ、壁食べてるんだよね。あ、なるほど、そっか。エイプリルフールの時もさ、壁を食べてそこに埋まってる的な説明文だったじゃん。ここも食べてきたんだ。え、トイレの壁食べたの。汚いぞちょっと。でもあんなとこにいるんだよ、これ気づいたな、すごいな。すごいね。教えてくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まずはね、これを何回かクリアする。4回クリアすれば全種類ゲットだから、僕らあと3回か。あー、そっかそっか。よし、豆をじゃあ連れていくか。あ、でも4人いるから大丈夫だ。そう、すぐ終わる。頑張ろう。よし、やってきたぞ夫人。いつまで泣いてるんだ。豆たちはどこ。豆たちはどこ。見ればわかるでしょ、目の前にいるでしょ。これ見えてないの。僕の方来た。あー、危ない。よしよしよし、1個入った1個入った。もう1個入った。早い。危ないじゃないそれ。危ない。あれでも
けてないダメージ。危なかった。あー私の豆が。ありがとう、誰かが取ってくれた。やってくれるっぽい。ありがとう。よし、じゃあカリパンここら辺で寝とこうかな。よし、この辺でじゃあ待っとこうかな僕らこれさ何をやればいいんだろう。これこのさ豆もう 2つしかないじゃん残り。この間僕らは何をやってればいいんでしょう。執事に絡むとか。やっほー。あ、待って待って待って、二人ともなんで諦めんの。ちょっと危ない、こっち来ちゃった。あ、なんか今一人普通に歩きながら帰って自分から入ってったよ誰か。あれでもあと一個か。あと一個。そうそうそう、あと一個僕がやるしかない。頑張ってね、鉄気をつけてね。よいしょ。あー転がっちゃった。入ってないじゃない。豆入ってない、入ってない。あ、入ったやったー。これでもらえるの。何かもらえるんじゃない。めっちゃ僕ら上手くなってない。上手くなってる。一発でクリアしたぞ。あ、鉄つんだ。あ、僕がやる。なんか死にかけの僕。あ、待って、引かれる危ねえ。危ない。丸いから間違われたと思ったね。ねえ、持ち帰られちゃうかと思った。これでもらえるの。え、これでもらえるかな。2匹目この後だっけ。もらえるの、水が流れてから。うん、そうだった、そうだった気がする。あ、マメコやった。マメコやった。本当にもらえるんだこれ。やったー。わーい、帰ろう。やーよーし、やった、マメコゲット。カニパンが大好きなマメコ。カニパンなぜかマメコ好きだからね、なぜか。え、マメコ可愛いよ。顔見たことある、マメコの。見てみよう、ちゃんと。よいしょ。あ、そっか、マメコも説明文が。そう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 、これどっちだ。あ、こちら。三兄弟の長女、いつも羊卵に歌を歌ってあげている。可愛い。え、可愛い。マメコになるカニパン。じゃあ僕マメオか。長男と長女で。よし。あ、いいね。これさ、自分がこれ枝豆夫人の中に戻っちゃダメなの確かに。よし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 。じゃあここももうスキップ押しちゃって。おー、出たー。豆助ゲット。なんかちっちゃくない。ちっちゃかった豆助。じゃあ豆助の説明も見ていくか。あ、やっぱ豆助ちっちゃい。これあ、ほんとだ、ちっちゃい。豆助三兄弟の次男、最近お母さんのお腹の中じゃなくても寝られるようになった。かわいい。かわいい。なんか豆助だけ口がちょっと違うね。うんね、かわいい。じゃあ羊を迎えに行きますか。そう、4回目で羊をゲットできるらしい。ほんとかな。ここまで君の帽子。もう一人プレイだよ水が流れた。あ、普通にゲットできた。やった、やった。なんかバッジも手に入れた、常連って。あ、本当だ。あ、羊の説明見てみよう。原材料、卵、小さな片メガネ、小さな蝶ネクタイ。かわいいな。使用上の注意、枝豆夫人に長年仕えている羊、そろそろ休暇をもらいたいと思っている。やった、やっとゲットできた。やっとゲットできた。長かったぜ。あ、でね、さっきのあの枝豆屋敷、うん、バーに関するねコメントまだ来てたんだけど、なんかね、ハードモードっていうのがあるらしくて。え、ハードモード？そう、ハードモードクリアすると秘密のキャラがもらえるって書いてあって。秘密のキャラ？そう、で、ハードモードは、うん、なんか枝豆屋敷のところの写真が飾られてるところを3回ぶつかると写真が落ちてハードモードになる。あそこか、さっき見た写真か。そう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 。なるほどね。ちょっとやってみない？ハードモード。え、やってみよう。絵はどこにあるんだ。あ、これか、ほら、この絵。この絵何？あ、枝豆夫人と三兄弟と執事の写真だ。かわいい。え、かわいい。家族写真か。これに3回ぶつかるの。1、2、3。あ、おじゃ、いった。大丈夫、絵の下敷きに。あ、こういうことしちゃうから怒るんだ夫人が。あ、怒るの。踏んじゃうもんね。え、これさ、そのままで行くのかな。まあ、ちょっと一回夫人に話しかけてみてからのね。夫人泣いてんのかな。あ、怒ってる。顔が怒ってる。え、でもお豆たちはどこだ。あ、そこは変わらないんだ。顔が怒ってるだけだあ、待って、もう待って、最初から来てる。危ない。待って、最初から帽子来てる。最初から帽子危ない。早っ。え、閉じるの早い。危ない。危ない。待って。何回飛ぶ。あー、まだ。あ、おっと。いける。え、で、閉じるの早すぎない。待って。早い。あと1しかない。まずい。ポシ。そう、帽子がね、強すぎる。カニパンさっきね、帽子ね、2回ぐらいやられたの。あー、危ない。あー、危なかった。ジャンプしてこい、ジャンプお願い。よし。まず1個。え、入ってないの。違う、それ。開いてない、まだ。あり。ジャンプも何回もあんの。そうなんだよ。え、しかも閉じるのめっちゃ早いから。来てる。うっ、じゃあ、やられた。鉄も終わっちゃった。や
られちゃった。でもカニパン一人でもクリアしてくれ。頑張ります。鉄の石は受け取った。頑張るぞ。頑張れ。あー受け取ってからやられるまでが早いな。もう一回チャレンジしよう。もう一回。これ難しすぎない？めちゃめちゃ難しい。これはハードモードだね本当に。もうやられた。痛い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 。待って、二人とも帰んないで帰んないでよ。難しすぎる。難しいね。え、これクリアできる人いんの？いや、これはやばい。とこれクリアできた人がいたら、そのクリア方法を教えてください。教えてください。どのキャラが強いとか。よろしくお願いします。はい、てなわけで今回はアップデート後のね、嘘か本当かわかんないコメントを検証していきました。検証していきました。本当にあの枝豆屋敷のハードモードどうやってクリアすんの？あれ、いや、ちょっと本当に難しい。びっくりするくらい難しいじゃん。ここ最近やってゲームの中で多分1番2番くらいで難しいんだけど。ちょっとね、クリアできた人教えてください。お願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。